に逃がしてください。ウリムが反応している。生きの下に何かあるようだ。いや待ってって、戦闘ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回もね、ちょっとサブクエを、とりあえず、動画外で、この、誰より知りたいカチコールの図鑑を完成させたけん、これをね、報告しに行こう。え、どこやろう？真珠団のエイか。あ、これか？あ、やねやね。ってことはもう普通に集落に飛んでったらいいか。はい。で、この辺でさ、あれよね、また、なんか集落の跡地みたいなのを探してくれ、みたいな依頼もあったよね。あれもちょっと、探したいんだけども。この人か？ですね。カチコールの図鑑完成したの？はい、しました。どうしよう。見たいけど見たくないような。でも見るわ。何それ、なんで？見たくないって気持ちがあるの？ふんふん、なるほどね。え、そうなの？へえ、そうだったんだ。カチコールの高さや重さの数値を調べてるところが好印象ね。なるほど、そんなこと調べとったんや。全然知らんけど。私、ただひたすら捕まえて倒してしよっただけやけん。多くのカチコールと出会い、触れ合い、あなたがカチコールと過ごした時間と、かけた情熱が伝わってくる図鑑だったわ。まあでも全部知ってたから。じゃあ頼むな。嘘じゃないわよ。カチコールのことを一番詳しく知っているのは私なんだから。そうですか。でも、あなたのカチコール図鑑とっても気に入ったの。図鑑はこれで完成かもしれないけど、もっとカチコールのことを調べてほしいわ。サブ任務84。誰より知りたいカチコール達成。カチコールさ、なんかめちゃくちゃおるとこあったんよね。別に大量発生ってわけじゃないっぽいけど、ひたすらカチコールばっかりおる場所があったんよ。でさ、何やった？あの、任務リスト。で、里の跡を探して、これね。島木のご先祖様の里、雪崩坂周辺。やけん、とりあえず、どう？ここが近いんか？さあ、それじゃあ向かいますか。え？ちょっと待って、違う。これは、チェックできるんかな？あ、一応これか。はっ。急降下。ん？え、ここ？地面にドーンって衝突することはないんやな。え、なんかある？集落跡みたいな。わからん。あ、この子たち野生じゃなくって、この任務場でおる子なの？なんか光おる。あ、なんだ？なんか気にしとるね。こっちになんか訴えかけおる？このキラキラ見よったんかな、二人で。あゆのは破れた日記を手に入れた。日記？破れた日記。古びた私の日記。破れており、後半のページが抜けている。2月5日、里へ帰る途中、吹雪に舞われた。山小屋で一晩過ごす。夜明け頃、物音で目を覚ますと、着物をまとう、がいた。と目があった。は、息を呑むほどうつく。肝が冷えるほど恐ろ。恐怖で目を、が去るのを待った。次に目を開けた時は、だけ残しいなくなっていた。そんな肝心の部分だけが見えんとかいうことある？何もわからない。続きはごっそり抜け落ちている。何もわからないよ。で、これはもうあれかな？報告しに変える感じ？雪崩坂で破れた日記を見つけた。残り部分を探せば里に関する情報があるかもしれない。ほうほうほう。まだ残り部分があるんやね。これか？里の跡を探して。どこ？あっち。どれだ。
あ、また。またこの二人。誘導してくれやんかな。そういうわけじゃないんかな、別に。何？どこ？あ。あ、これ前言った女の子みたいなやつ。ね、なんか着物着とるみたいじゃない？え？勝負？まさかの勝負？この子捕まえれんのかな？私捕まえてないよね。雪目の子。かわいい。なんかさ、他のポケモンもさ、あ、これ全然、いかんな。他のポケモンもさ、なんか、ゴーリキーに吹雪やろうと思ったら全然当たらんかったりしたんやけど、なんかあるんかな。ちょ、待って。なるべくレベル低いやつでさ、今一つ毒好きぐらいでいくか。いや、もうだいぶみんなレベルが上がってきとるけんね。こういう、クエスト上で出てくるポケモンはさすがに捕まえれんかな。ちょっと試してみたい。やられたんですけど。待って、他の子。もうベロベルトでいっか。でもベロベルトで効果抜群のやつ出しちゃいかんやんね。思念の頭突きぐらい。おお、いい感じに耐えたんじゃないか。捕まえれるんかどうか知らんけど、とりあえずまあやってみるだけやってみよう。でも一応使えるんかな。こっちぐらいでいっか、スーパーボール。え、なんて？勝利するしかない。なんだって、捕まえさせてよ。これ倒したら仲間になるとかないかな。図鑑におらんねやった私の。雪目の子が何か落としたようだ。あ、全然もうおらんくなったわ。表紙のない紙束を見つけた。破れた日記と合わせると日記が完成しそうだ。アイナは古い日記を手に入れた。古い日記、破れた日記の抜け落ちていたページが揃った日記。ふんふん。純白の凍土にあったと思われる里での生活が綴られているようだ。9月1日。と暮らし始めて、年が過ぎた。ふと日記を読み返し、あの、を思い出す。は、あの、の面影を感じる。しかし、昔話ならともかく、現実ではありえ。1月3日。ね、結局漢字なんとか読めんのやけど。なぜあの、の話を、にしてしまったのか。後悔してももう遅い。はいなくなってしまった。雪だけ残し、私の前から消えてしまった。ああ、私が、あの、の話などしなけれ。日記はここで終わっている。おとぶき村に戻り、商人の島木に古い日記を見せよう。ふんふん。あの子たちはもういないんすね。いやー、見つけないで私のことを。ちょっと私はこれから、ひえー。私はこれから、ベースキャンプまで移動したいんですが。あ、そういえばさ、見て見て。私このポケモン、手持ちのポケモン、この子親分ポケモンなんよ、雪の。ほら、なんか、マークがついた、性別の横。あれ、親分っていうマークなんよね。雪の王、レベル68。てか、親分も捕まえれるんやと思って。ちょっとびっくりしたんよね。あれ、ベロリンガか？ベロリンガだね。あ、あれ見て。え、あれ、あれよね、多分。あの、なんだ、ベロベルトよね。進化系もおったんや、ここに。初めて知ったんですけど。ベロリンガがうろつきよるのは知っとったけど。へえ、普通にベロリンガやと思って見とったんかな。なんかめちゃくちゃ周りうろつかれよる。草むらにおるけんか？さ、飛びますか。違う違う。雪原ベース。なんだ、今の声。なんか親分ポケモンはさ、一匹捕まえただけで、2000円ぐらいもらえたんやけど。ん？ベロベルト。何？ベロベルト私戦った？普通に見つけたってことかな。え、戦ったっけ私。あ、戻ります、戻ります。はい。
で、え、どこ？あれかな？え、あれか？わからん。この中で受けたんやっけ、私。まあ、でも他にマークないよね。この下か。オッケーオッケー、向かいまーす。あ、この人から受けたんやったっけ？あ、やね、やね。なだれ坂の周辺にあったという里の痕跡、見つかったかい？一応なんか日記を発見したよ。え？アユナはポーチを探したが、古い日記はどこにも見当たらない。どういうこと？え、持ち帰ったはずの古い日記がなくなった？しかもポケモンが持っていた日記？あれってあの子たちが持っとったってことなの？一体どんな内容だったの？消えた？幻？ばあさんから聞いた里の話と一致している。ということは、ご先祖様の里はあったんだ。お客さんのおかげで、長年の疑問が解消できたよ。改めて調査ご苦労様。ああ、それは良かったけど、もやるんですけど、こっちが。サブ任務82、里の跡を探して達成。それにしても、どうしてポケモンが人の日記なんて持ってたんだろう。もしかしたら古い日記はそのポケモンの元に戻ってるかもね。謎すぎるんですが。持ち出すことができない日記ってことか？ホラーやん。めちゃくちゃホラーやん。はい、そして、一応新たに。ウリムーのキノコ狩りってことはこれも？ウリムーの特技について、マサヒコさんの協力を得て調査に当たってください。誰だ、マサヒコさん。あ、大丈夫です。あ、でも、ハピナスのやつも同じとこかな。ハピナスはここにおったもんね。ハピナスの人助け。ポケモンであるハピナスが人の手当てをしたそうです。製造隊のマチさんから詳しい話を聞いて調査をお願いします。うんうん。何をこっそりしてるんだか。どこでしたっけ？とりあえず、外に出る感じか？どことか別にわからんよね。純白の凍土。うん、とりあえず純白の凍土に向かえ。もう一個は違う場所なんかな。とりあえず見とこう。海の伝説。謎のポケモンを目撃という報告があります。え、それだけ？あ、なんかここで。アイナくん、そちらの依頼を引き受けるんですね。なんでしょう。依頼主は僕。始まりの浜の沖を泳ぐポケモンらしきものを見たのですが、とっさのことで撮影もできず、あ、すぐそこの海ってこと？あのポケモン、海流に乗って泳いでいたのでしたら、群青の海岸を目指していたのでしょうか。ことぶき村の近くの海は、群青の海岸までの海流がありますから。混合団キャプテンの鈴木さんに話を聞けば、何かわかるかもしれません。誰？鈴木さん。え、今までも出とったっけ？あー、なんか見たな。鈴木さんなんて名前やったっけ？ラベン博士からお聞きしましたが、群青の海岸に向かって泳いでいたポケモン？いきなりそう言われましても、僕としては分かりかねます。よね、そりゃ。ふわっとしすぎやし。ただ、群青の海岸は、大昔では東の海と呼ばれ、王子なるポケモンがいたとか。え、それあれじゃない？マナフィーじゃない？マナフィーってなんかそんな感じのこと言われおらんかったっけ？なんでも、海の伝説という物語を紐解けば良いとのことですが、詳しいことは誰も知らないのです。あまりお役に立てなくて。では僕は失礼しますね。うん。結局どうするんですか？海の伝説の謎を解き、ラベンが見たというポケモンを捕まえる。お、捕まえれる？でも自分のポケモンできるかどうかはわからんけど。なんかね。あ、そのままちょっとこちらに渡してくださいとか言われそうな。え、それだけですか？それだけですか？海の伝説。ラベン博士が目撃した海のポケモンは、もしかしたら海の伝説に登場するポケモンなのかもしれない。まあ、とりあえず、群青の海岸に向かえってことかな。なんか一応それのストーリーが今進んだけん。一番にそれ行くか。群青の海岸、群青の海岸。久々に行く気がする、群青の海岸とか。まあね、レベル上げするのってやっぱ、
一番最後に行ったとこやもんね。レベル的にも。群青の海岸。ここか。海岸ベースとかかな。あ、どっちでもいいか。おっと。火に飛び込んでいく。別にどことか何にもないな。静かな内海。この辺何にも書いてくれてないけんな。ほわっとしすぎじゃね。だって海だらけなんですけど。ねえ、めちゃくちゃ海だらけなんですけど、こっちも海やろ。とりあえずあれか、海の中を泳ぎ続けて見つけるしかないって感じなんかな。へえ、なんか今めちゃくちゃ、怖いんですけど、誰かに見つかってる私。誰かに見つかってる私。ちょっと待って。あれ、何のピンがついとん？こんなとこに何かあったっけ？とりあえずピン外しちゃったけど。とりあえずピン外しちゃったけど大丈夫ですかね？あれ何？マンタか。マンタというか、マンタインか。マンタって普通に動物の名前やわな。どの辺に、どの辺ぐらいさ、教えてくれてよくない？くそー。別にさ、あれよね、移動しよるとかいうわけじゃないんよね。とりあえずなんか霧がなさそうな気がするけん、純白の糖度って分かっとる方行こうっと。はい、とりあえずトドグラーね。はい、オッケー。あとちょっとやね、レベルが上がるの。あっちが戻ります。さあ、そして純白の凍土に出発。どこだ、こっちか。さあ、ここで、特にマーク何にもなかった気がするな。ですよね、ないよね。この後、マークつければいいんかな。あれ？とりあえず、そう、黒曜の原野の待つやつもあるんよね。ウリムのキノコ狩り。純白の凍土、神経岩、ん？神経岩山？岩山？にいる村人の正彦から話を聞く。あ、ここや、ここ。ここが近いかな、真珠集落。あれか。間違えた。向かいます。ダメージ受けてしまった。いきなりめっちゃダメージ受けてしまった。ちまって。さあ、行くぜ、行くぜ。あれか。びっくりした。一瞬なんかゴーリキーかなんかかと。この雪のどこかにキノコがあるのか。なんか私、ダメージ受けてません？攻撃してるよね。君、待っていたよ。雪に生まれたキノコを一緒に探そう。真珠団から教わったが、神行岩山って言うんや。に生えるキノコは絶品らしい。でも雪に埋もれたキノコを探すにはウリムーの力が必要という。君にはウリムーを連れてキノコ狩りを手伝ってほしい。目標は3つ、頼んだよ。ウリムー手持ちに加えんといかんのか。私のウリムーもうさ、最終形態まで進化してしまっとるけんね。とりあえずその辺でウリムー捕まえるか。めっちゃ来るか来るか、こっち。あ、なんかちょっとずつ近づいて。どうかな、やっぱ戦闘戦といかんのかな。ドン。一応投げれるんよね。あ、いけそうじゃね。いけんかった。全然いけんかった。じゃあとりあえず戦闘しますか。いや違うよ、砂浜大根取ってほしかったわけじゃないんだ私。何？ああ、キノコ？あれ、この辺やったんやっけ？ウリムが反応している。雪の下に何かあるようだ。
おお、見つけたか。これはいいキノコだ。めっちゃ近くにいたんすね。目標まで残り2つ。ウリムを連れて新行岩山でキノコを探してくれ。新行岩山で、え、また別のとこ？違うよね、すぐそこよね。違うんよ、今ちょっとね、戦闘に入ろうとしよったんやけどね、私。サーナイトやった。あ、そっか、ラルトス、キルリア、サーナイトか。え、だいぶレベルが高い。思った以上にレベルが高い。60代でもなかった。に、逃がしてください。怖い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 。あ、来ないで来ないで。来ないで来ないで。よし、とりあえずちょっとこっちのね、サブクエをクリアしていこう。ウリムーが反応している。息の下に何かあるようだ。いや待ってって、戦闘今こっちちょっとピンチなんですよ。これウリムーじゃいけん感じじゃないですよね。いけませんよね。やられるやられるって。いや、まさかポケモン出てくると思わんやん。ポケモン出てくると思わんやん。ちょいと待ってよ。ウリムーが反応している。液の下に何かあるようだ。あ、こっちは普通にキノコ。もう見つけたのか。君に頼んで正解だな。目標まで残り1つ。ウリムを連れて新行山でキノコを探してくれ。でもさっきんとこさ、キノコじゃなかったけど。いいの？ここですよね。雪の王が持っとるってことかな。はい、来た来た。雪の王じゃねえや。誰やったっけ。いけ、ゴリキー。ここはまあ倒せばいいだけやけん。雪かぶりやった。マッハパンチ。あ、インファイトの方が良かったかな。ほら、絶対インファイトの方が一発でやっつけれたよ。はい、オッケー。で、キノコある？あった？何、戦い終わってからやってきてんだよ。キノコを狩らずにポケモン戦っていると思ったら、これまた上物なキノコ。キノコ狩りの才能あるよ。離れたとこから見てやがるな。村人の正彦に報告する？そのままここにいろよ。今ここにいたじゃねえか。何また定位置に戻ってんだ、あいつ。はい、来た来た。すごい仁王立ちしとるよね。お疲れ様。君とウリムーのおかげで目標の3つ、キノコが集まったよ。君とポケモンの力を合わせたにキノコ狩り楽しかった。また違う場所で違うポケモンともキノコ狩りをしに行こうな。これは何、定期的にある感じ？あの迷子みたいな感じで。それにしてもウリムーはすごいな。真珠集落の温泉もウリムーが見つけたらしいし。キノコ狩りの正彦とキノコ狩りのウリムーで組むか。君はウリムーが買ったやつをもらってるだけで、キノコは買ってないよ。